私の名前はミカ、21歳になったばかりのフリーターです。家族は単身赴任中の父と専業主婦の母アキコ、11歳も年の離れた妹のリカがいます。今は昼間コンビニのアルバイトで働いています。以前には正社員としてスポーツジムのインストラクターをしていたのですが、怪我をして続けられなくなり退社しました。今ではリハビリの甲斐あって生活には支障はありませんが、まだインストラクターとして復帰できるまでには回復してません。今のところはリハビリがてらコンビニアルバイトで体を動かそうかなって思ってます。ですが私の母は私がフリーターなのが気に入らないようで、毎日 LINE で嫌味を言ってくるのです。みっかん、今日もコンビニの仕事なの？そうだよ。バナタとコンビニとか、すぐそことか、ふふんふふふん、いい気分とかで頑張ってます。まったくもう、何がいい気分よ。いつまでもお遊び気分で、いつまでもコンビニの仕事で満足なんかしてたらダメよ。え、なんで？スタッフもみんな親切だし、お客様もいい人ばかりだよ。ああ、怪我さえしなきゃ正社員してたのに、なんでミカってこんなにとろくさいのかしら。ミカとリカちゃんは姉妹だけど全然違うわよね。ちょっと10歳児と比較しないでくれない？それに怪我は不可抗力だったの、母さんも知ってるでしょ。家に入れるお金も少なくなったし、せめてもっと時給の高いシフトに入れてもらいなさいよ。まあ所詮はバイトだから大したお金にもならないだろうけどね。そんな風に言わなくてもいいじゃない。私もそれなりに頑張ってるつもりなんだけど。また口答えして。まあいいわ、今日はバイトが終わったら早く帰ってきなさい、大事な話があるから。わかった。母から話があると言われ、嫌な予感がしつつも急いで帰宅することにしました。家に帰ると母はリビングで私のことを待ち構えていたのです。やっと帰ってきたのね。話って何？大事な話だって言ってたけど。そのことなんだけど、ミカ、あんたこの家を出て行ってちょうだい。え？どういうこと？聞こえなかった？出てけって言ってるのよ。なんで私が出て行かなきゃならないの？だって可愛いリカちゃんにそろそろお部屋を作ってあげないといけないし、ミカが出て行けば一部屋空くじゃない。だったら母さんの衣装部屋を整理してリカに使わせればいいじゃん。わざわざ私の部屋を開ける必要ある？あのね、わからないの？フリーターなんかが家にいたら目障りなの。私にはリカさえいてくれれば何の問題もないし。そんな言い方って母親としてどうなの？とにかくできるだけ早く家を出て行ってちょうだい。お父さんにはミカが自立したいって言ってるって話しておくから。私はそれ以上母の言葉に耐えられず、財布と携帯だけ握りしめて家を飛び出しました。涙ぐみながら日の暮れた街を歩き、いつの間にか明かりの多い飲み屋街まで来ていました。一人で街をフラフラしていると後ろから肩を叩かれました。はっと後ろを振り向くと、とんでもなく美人でスタイルがいい女性が立っていたのです。どうしたの？一人でフラフラして。行くとこないの？ちょっとうちの店おいで、お金取らないから休んで行きなよ。ライナと名乗るそのお姉さんは足を軽く引きずっている私が心配になって声をかけたようでした。私はありがたくその言葉に甘え、ライナさんの店についていき、営業前の店内で自分の身の上を話しました。ひどいねその親、こっちから離れた方がいいよ。ねえ、よかったらうちで働かない？あなた可愛いし、お客さん受けもいいと思うの。座ってることが多いから足にも負担が少ないと思うよ。周りにいた店長や他のお姉さんたちも賛成してくれ、そのまま私は飛び入りで体験入店をすることになりました。衣装やメイク道具はライナさんが貸してくれました。いざ体験してみると、そこは私の知らない世界。華やかで賑やかでキラキラしてて本当に素敵でした。不安もありましたが、その日は本当に楽しかったです。私は体験入店だけでなく本当のスタッフとして働くことにすぐ決めました。そして店を出て携帯を開くと、
母から鬼のように LINE が来ていたのです。話の途中で逃げるなんて卑怯よ。どこにいるの？早く荷物をまとめに帰ってきなさい。わかったよ。お母さんがそこまで言うなら出ていく。コンビニ辞めてキャバクラで働くことにしたから、家賃くらいは払えるし。キャバクラ？あんたが？あんたみたいなノロノロしたのが働いてもろくな稼ぎにもなんないよ。大丈夫。今日体験してみたけどすごく楽しかったし、お客さんからも好評だったから。あんたの感想なんかどうでもいいわよ。どこで働いたっていいから早くアパートでも探しなさい。ミカの顔なんか見たくもないから、キャバ嬢でも何でも好きにしなさい。そして私はお世話になったコンビニを辞めてキャバ嬢になりました。さすがに体験とは違って本当に働くのは大変でしたが、もともとおしゃべり好きの私には向いていたようです。それにコンビニの時と同じくスタッフもお客様もいい人ばかり。私は安心して働くことができ、ライナさんに教えてもらいながら接客のコツをつかんでいきました。するとキャバ嬢になって半年後には、自分でも驚くくらい多くのお客様が私を指名してくださるようになり、毎月の売上ランキングでもナンバーワンになれたのです。お給料もそれなりにいただけるようになり、もともと節約家な私は夜遊びもせず、ブランド物も買わず、お客様からいただいたチップも全て貯金に回していました。すると貯金はどんどん貯まり、キャバ嬢デビューから1年後にはついに貯金が2000万円まで到達しました。通帳を眺めながらニヤニヤしている私のスマホに、ちょうどその時 LINE の着信があったのです。それは母からの LINE でした。ミカちゃん久しぶりね。元気にしてるかしら？一人での生活はどう？私が家を離れた時とは違って、なんだか母の様子が変です。妙に私を気遣うような文面、かえって怪しいと私は思いました。元気だよ。ミカちゃん確かコンビニだけじゃなくてキャバクラでも働いてるのよね？今はコンビニ辞めてキャバ嬢に専念してる。生活のためと思って始めた仕事だったけど、働いてみたらすごく楽しい。売上も指名も今月はナンバーワンだったし。え、そうなの？すごいじゃない、ミカちゃん。さすが私の娘だわ。お母さん、どうしたの？何なの、一体？実はね、ミカちゃんにお願いがあって連絡したのよ。お願い？実は、ちょっと最近出費がかさんでね、少しお金を融通してくれない？キャバクラで勤めてるならお金いっぱい持ってるんでしょ？娘を追い出しといて必要な時だけ頼るってこと？昔のことは謝るからお願いよ、助けてちょうだい。このままじゃ住宅ローンも払えなくなって、単身赴任中のお父さんに怒られちゃう。出費がかさんだって何に使ったの？リカに可愛い服を買ってあげたり、私の服とか。はあ？たかが服でローンの返済金まで使い込んだの？家がなくなったって自業自得よ。お母さん、私の顔を見たくないとまで言ったの覚えてるでしょ？そもそもお金のこと考えないで散財するからこうなるんだよ。そんなこと言わずに、今回だけ私たちのこと助けてよ。お母さんのお願いを聞いてくれないの？いや、聞けるわけないし。このままじゃ私とリカちゃんの家がなくなっちゃうじゃない。だからそんなの私は知らないって。お父さんの赴任先に行けばいいじゃない。それよか自分で働けば。私が前にバイトしてたコンビニにこないだ遊びに行ったら、今もバイト募集してるみたいだよ。あなたとコンビニとか、すぐそことか、ふふんふふふん、いい気分とかで頑張ればいいじゃない。じゃあ私眠いから、お店から帰ってきて3時間しか寝てないの。ちょっと待ってよミカ、なんとかしてよ、私を見捨てないで。そして私は母の LINE をブロック。後日父から来た電話によれば、その後母が父に泣きついて、なんとか住宅ローンの支払い費用を調達してもらったそうです。今回のことには父も激怒していて、単身赴任の予定を早めて家に戻ることになりました。これからは父の監視の下で母の買い物依存も収まるのを期待してます。
私はその後もキャバクラの仕事で貯金を作り、なんと4000万円の貯金に成功。もちろん一人だけで稼いだお金じゃなくて、ライナさんやお店の仲間、そしてお客様のおかげなので、本当にたくさんの人に感謝しなければいけませんね。この貯金の一部は父に渡して、住宅ローン返済に役立ててもらうつもりです。母は自業自得ですが、実家がなくなるのはやはり寂しいですし、年の離れた妹が住む家を失ってしまってはかわいそうですもんね。だけどこれを機に母には態度を改めてもらいたいと思います。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。